このゲームは赤ずきんが狼に捕まらないようにゴールを目指すゲームです。マップ内で素材を集め、アイテムを錬金し、状況に応じて使い分けながらゴールを目指します。狼から逃げつつ集めた素材でマップ内の障害物を破壊するための爆弾を作るのか、狼を足止めするための罠を作るのか、ゴールまでたどり着くために必要なアイテムは何か、冷静に状況を判断し臨機応変に対応することがこのゲームの鍵となっています。動画をご視聴している皆さん、はじめまして。本企画でメインプランナーを務めさせていただきました、ゲームプランナー学科2年の白石匠です。メインプランナーである私は、学期制作でも錬金することの楽しさをコンセプトとしてゲームを制作しました。学期制作では錬金術を戦いに使用する能動的な錬金術だったので、当期では錬金術を逃げに使用する受動的な錬金術へとテーマを変え制作しました。錬金をより楽しむため品質も導入しました。簡単に高品質なアイテムを作ることができるようにしたので、ストレスなくプレイすることが可能で、錬金をより楽しむことができます。アミューズメントメディア総合学院ゲームプログラマー学科ゲームプログラミング専攻2年、星野匠です。私はこの作品のリードプログラマーとして、インゲームすべてとエンディングのプログラミングを担当いたしました。私はこの作品を作るにあたって、プログラマー同士でコードの共有がしやすいようにコメントを事細かに書くなど、自分だけでなく相手にも分かりやすいコードを書くことを意識して作りました。アニメゲーム 3DCG 学科2年グラフィックチームリーダーの戸ヶ崎誠です。私は背景の制作を担当しました。ファンタジー要素など雰囲気を重視して制作を行いました。同じくグラフィッカーの前原寛吾です。エフェクト制作を担当しました。爽快感をより感じられるように派手に演出することを心がけました。同じくグラフィッカーの佐藤千佐です。モーションと敵キャラクターとエンディング絵を作成しました。世界観に合うようなデザインを心がけて作りました。以上で本作品フェーブルアルケミーの紹介を終わります。ご視聴いただきありがとうございました。